ウシナ教は中華民国の政治家、実業家、新日地方政権である、殺難自治政府の最高委員。後に、蒙古連合自治政府、蒙古自治国で副主席に就任した。もともとはカルガン口の実業家であり、1924年にはカルガン口商会執行委員となった。1937年8月25日、日本軍が、カルガン口を占拠する。 ウシナは、日本軍に招兵されて、チャハル治安維持会委員に任命された。9月4日、殺難自治政府が組織され、ウわ、と運ぶ境と共に最高委員に任命された。11月22日、カルガン口において、毛古連盟自治政府、殺難自治政府、新北自治政府の代表者会議が開催された。その結果、猛教連合委員会が成立し、ウア、 同委員会の委員となる。1939年9月1日、上記3政府が合流して、蒙古連合自治政府が成立、牛名共は同政府の副主席に任命された。1941年6月1日、蒙古連合自治政府において、大規模な気候改革が行われたが、うは引き続き副主席を務めている。うは日本を二度訪問し、また、君四等。 君三党の朝日賞を授与されている。1943年には、満州帝国の安則帝から君に軽運賞を授与されている。日本敗北後の1945年8月、猛古寺地区にはが開した。同月25日、牛名京は、カルガン口に進軍してきた八草寺軍により逮捕、されてしまう。を特別法は12月18日から開始され、 各界代表30人による民衆裁判での審理となった。同月23日に死刑判決を言い渡され、その際に、うは裁判員から感想を問われると、民族に背き、国家に背いたのだから、罪は万死に値すると答えたという。判決の翌日、直ちにカルガングチ市内で、重殺刑が執行された。去年60、ありがとうございます。